近鉄3200系電車は、近畿日本鉄道の保有する一般車両、京都市営地下鉄、烏丸線直通運転に対応している。京都市営地下鉄、烏丸線乗り入れ車両。白、マルーンの塗装を初めて使用し、他の車両に普及。近鉄では1984年に VVVF インバータ制御方式の試作車として1250系を大阪線に投入し、その運用成果をもとに通勤車の新設計が確立された。この結果をもとに各部仕様変更を加えて、近鉄では初の量産型 VVVF インバータ制御車両として1986年に登場したのが3200系である。1986年1月に4両編成3本の計12両が登場した。本系列の登場に伴って800系の一部車両が伊賀線に転属している。車体構造では奈良線系統や特急車では標準の最大車体幅 2800mm の大型車体を引き続き採用し、従来車の構成から8000系8069回で試験採用されたアルミニウム合金車体を本格的に採用して左右対称となった中間車の窓配置など以降の近鉄一般車両の標準となった仕様が多く取り入れられている。各部仕様は車体材質を除けば大阪線、名古屋専用急行車の5200系にも採用された。車内はロングシートでインテリア面では内装材は1420系と同様にサンドウェーブ柄の化粧板にマルーン調の床材を引き続き採用しているが、ロングシートの仕様は肘掛けが化粧板仕上げとなった新しいものに変更されており、以上の車内デザインは2000年に登場するシリーズ21まで、近鉄一般車両の標準仕様となった。電散記号はキロリットルである。1987年1月には2次車の3204回から3206回が製造され、初期車を含めた3201回から3206回は1988年の京都市営地下鉄、烏丸線乗り入れ開始に際して、1987年11月に中間車2両を組み込んで6両編成化され、先頭車の側面に VVVF 制御車のシンボルマークを貼り付けられた。6両編成化による電散記号の変更はされていない。1988年12月竣工の4次車で、ある3207回は、新生時から6両編成で落成し、近鉄の一般車では、初の編成単位で、A 文字兵器の方向幕を採用した編成でもある。前述のように、車体材質はアルミニウム合金を採用しており、当時の最新鋭一般車両である8810系と比較して1両あたり約4トンの軽量化を実現している。車体前面は非対称のデザインとなり、左曲面ガラスを備えて、車体上部を若干傾斜させた、くの字型の断面で、地下鉄線走行を考慮して、貫通扉は、中心部より左側に寄せられた非常扉とされ、緊急脱出用に特化している。また、この部分の車両番号表記も他の車両とは異なり、運転席窓右下に記されている。車体塗装は、一般車では初めて、マルーンとシルキーホワイトの塗装となり、後に、在来車も本系列に合わせて塗装変更され、専用色が採用されているシリーズ21を除いた近鉄一般車の標準塗装となった。なお、本系列では落成当初から裾部のマルーン塗装は省略されている。また、窓周りのマルーン部分の面積も他の一般車各形式と比較してやや広めに取られている上、先頭部分は斜めになっている。京都市営地下鉄乗り入れの関係から車体長は、汎用型特急車両と同じ 2500mm となっており、その分連結面の長さが短い。3000系とは異なって、他編成との並結は行わないことを前提に、設計されているため、電気指令式ブレーキを採用し、奈良線走行時の非常時を考慮して、ブレーキ読み替え装置を備えているが、連結機は、電気連結機を省略した。密着連結機を装備している。運転台は、登場時の3000系と同じく、デスクタイプの横軸にハンドルマスコンを採用した。主電動機の出力は 165kW、制御装置は 1C4M 制御の GTO、VVVF インバータ制御装置を搭載している。歯車比は1986年製が 5.73、1987年製以降が 6.31 と異なる。制動装置には3000系や8800系以降の近鉄車両で標準となった回生ブレーキと奈良線の山岳区間運用を考慮して、そもそも側ブレーキを合わせて標準装備しており、標準規線の全線での走行を可能とする。以上の機器設計に基づく電動車負担による回生制動と前述の車体軽量化により、在来車と比較して約 40% の電力削減を図った。台車は両抱き踏みづら制動方式のシュリーレン式空気バネ台車である近畿車両製 KD-93 系を装着。終電装置は各電動車の京都よりに1機ずつ搭載するが、もう3800または6両化の際に、奈良よりにも増設して1編成4機搭載とされた。車両性能は営業最高速度時速 105km を確保している。2019年4月現在、7編成42両が最大時検尺に配置されている。京都市営地下鉄。烏丸線国際会館行き普通3207回、近鉄奈良線の普通大和西大寺行きの3201回運用は3220系と共通で、増改欠のない列車を中心に限定運用が組まれており、主に京都線系統と地下鉄烏丸線で運行されるが、両系列合わせて車両数に余裕があるため近鉄線内で完結する運用や、乗り入れ費用の兼ね合いにより地下鉄、烏丸線内の区間列車にも運用される。この他にも検査入場時や、試運転時には、大阪線、大阪難波駅での折り返しのため電流線のある、阪神難波線桜川駅まで走行する。阪神電車に対応した保安装置が搭載されていないため、桜川駅以西へは入線できない。京都線は、京都駅竹田駅を含む。近鉄宮津駅以北に限り6両編成運転の準急、普通列車でも運用。奈良線では6両編成運転に限り大阪難波駅折り返しの急行、準急に使われることがある。1992年のダイヤ変更で奈良線大和西大寺駅以西へ乗り入れる運用は一度消滅したが2000年3月のダイヤ変更で復活した。地下鉄対応車両としては珍しく山岳トンネルを走行する。1988年の地下鉄、烏丸線相互直通開始時には記念装飾が施されていた。KD-93A 型台車 KD-93 バイト型台車3200系3200系壁化粧板、床表面材、座席のクッションと表皮のモケットなどが交換されている。2007年1月から2009年2月にかけて全編成に車体の外装材及び車内の内装材交換とバリアフリー対応改造を中心とする車体更新が高安研修センターにて行われ営業運転に復帰した。車体更新とは別に全編成に車体連結部の転落防止ホロ設置とVVVF マークの撤去と優先席前のつり革交換も行われた。ありがとうございます。